誰にも邪魔されない僕だけの世界だ。それともこんな感じ？それじゃ距離足んないって。あ？ギリギリまで行け。だってお前この先崖じゃん。大げさだな。死にゃしないよ。わかった、こうしよう。お前がこれを持つ。なおかつ飛ぶ。お前もしかしてビビってる？は？ただそこ走るだけなのに。バカ野郎お前、俺だって免許さえ持ってたらあんなすぐ飛べるよ。うるせえよ。チキンじゃねえよ。チキン、ヒロヤはチキンだ。うるせえバカ野郎。お前ってさ、高いとこ来るとテンションも上がるよな。行くぞ。え？行くぞ。え？左から。さすが鳥人間。さあ鳥だ。ルイ、そろそろ練習しようか。せっかく来たんだからさ。ルイ、早く。ルイ、分かったよ。じゃああれ持ってきてよ。よし、じゃこう動くなよ。ルイ、ルイ、どこ行った？ルイ、ヒロヤ、そろそろ降りるぞ。はいはい。今度はちゃんと取れよな。分かってるよ。おい
おい、渡る大丈夫か。ああ、俺はな。うわ、ひでえな。思いっきり破れてんじゃん。マジだよ。おい、そこのあんた、どういうつもりだよ。どうかしたの？見りゃわかんだろ。なんか言えよ。おい、ヒロヤ。あ？マジかよ。黙らないでくれますか。あのぐらいださ、お前が必死でバイトして買ったやつだったよな。うん。どうしたらいいですか。決まってんだろ、弁償だよ弁償。全特会修理で済む。まあ修理だな。あんた家の人は。もういいよヒロヤ。よくねえよ。失敗したのは俺のミスだ。ランティングの時よそ見してたんだよ。けどそれは。またバイトするから。はい。それキャノピー回収したいから手伝って。私が見えないから文句言えないんでしょ。逆切れかよ。おい、ヒロヤ。そういうことじゃないから。私が見えないから文句言えないんでしょ。おい、おい、そういうことじゃないから。いた。心配したよ。一人で動くなって言ったろ。そういうことじゃないんだって。え？君が飛びます。じゃあ渡辺君どうぞ。どうぞ。パラグライダーと一緒だよ。もうバッて行ってバッて飛べばいいんだよ。ビビってらっしゃる。あ、どんたつどんたつどんたつ。やっぱビビってらっしゃる。さあさあ、チキン、あいつ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 、あい、分かってんのか。じゃあもう一回頭から。何やってんだよ。なんだよ。おい、こんな程度で値上げてんじゃないよ。やるぞ、立て。
な。子供たちに夢を与える場所なんだよ、遊園地ってのは。そのなんかこう、やりがいとか、そういうのはもっと想像してみろよ。疲れたなんて言えるわけないんだよ。なんだよさ、お前仕事舐めてんのか。人の話聞けもっと。お前もだよ。なんなんだよもう。ぐち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 言いやがってよ。しょうがねえだろ。あいつ一緒に踊ればいいんだよ本当によ。そんな。マロッサンさん。お前が油注ぐからだ。ああいうのは適当に流すのが一番なんだって。つこさ、なんで俺までこんなことしてるわけ。ここは失敗したらもっと楽そうなの。じゃなくて、俺は働く必要ないってことだよ。あの、これですか。あれ？こないだの人たち。すげえ、よくわかったな。なんでこんなとこいんのよ。そっちこそ。今見た？見たでしょ。おう、いちごの。何言ってんだよ。見てたのかよ。見てねえ。ムカつく。その割には笑ってね。普通にムカつくからだよ。もしかしてバイト？ああ、誰かさんのせいだな。ここって大変でしょ。まあね。だったらさ、もっと割のいいバイトあるよ。え？え、何？あたしの盲導犬になるの。は？パラグライダーの修理費の足しになればと思って、僕らは彼女の盲導犬に。この辺、レイっぽいよ。色は薄いベージュ。見ず知らずの僕らに彼女がなぜそんな提案をしてきたのかわからないけど、笑った彼女の顔は可愛かったし、自分が少しでも人の役に立てるなら嬉しかった。イメージしやすかったし、こういうのって年が近くないとね。年お客様、こちら展示メニューになりますが、お使いになりますか。じゃあいいです。よろしいですか。失礼しました。いいの。どうせろくに読めないし。そうなんだ。え、訓練つうか勉強とかしてないの。あのね、そう簡単に読めるもんじゃないんだよ展示って。こんなのあってからまだ1年しか。まだ1年なんだ。事故でいきなりよ。お待たせ。ルイが言ってた、なんとかマキアート。はい、どうぞ。だからキャラメルじゃないっつったじゃん。え、マキアートってキャラメルじゃないの。違うよバカ、キャラメルじゃないマキアートなの。なもんねえよ。ある、ここで飲んだんだもん。いいじゃねえかそれでよ、我慢しろよ。あ、じゃあ俺買ってくれよ。いいよいいよいいよ。おっ、何すんだよ。ルイ、
客様大丈夫ですか？謝れよ、ちゃんと。あ、いいです、いいです。俺ガキじゃねえんだから、やめろ。お前がワーワーとなるからだろうが、バカ。すいません。バス停この辺だよね。どの方向？こっちね。じゃあ今から私あっちに向かってまっすぐ歩くから、人とか車とか邪魔なの全部どかしてね。は？無理だよそんなの。バイトでしょ。いや確かにこれはバイトだけど、何でも言うこと聞くって約束した覚えはない。キーじゃんそれくらい。私目の見えないかわいそうな人なんだからさ。行こう。は？誰か助けてくれんだろ、かわいそうなやつなんだから。なんでそんなこと言うんだよお前。誰？あ？早く連れてってよ。ガツか、ちょっと可愛いからってよ。なあ、気にしてんのかよ。ほっとけよ、あんなわがまま野郎。甘やかしてもな、あいつのためになんねんだよ。大丈夫？ね、大丈夫？危ないから立って、座って。行きたいとこあるんやろ？どこや？言ってみましょう。ほら、大丈夫です。遠慮せんがや。あんた見えんって大変なことなんやし。いや本当に大丈夫ですから。いや私だって忙しいんやし、もったいぶっとらんと。ほらほら行こう。ほらね、はい。すいません、すいません。何やあんた。なんていうかその、僕は彼氏さん。あ、お、そうです、そんな感じです。あれ、そう。彼氏なら目離したらダメや。目じゃね、お嬢さん。誰が彼氏だって。ほら、あ、まあまあそれは。盲導犬が脱走してんじゃないよ。いっ、いっ、何すんだ。忘れてんぞ。置いてったんだよあんたのために。は？盲導犬なんでしょ。ああ、骨かこれは。どうも、お待たせしました。どうも、お世話になってます。どうぞ。どうですか、ルイちゃんは。ああ、まあ、いつもとあまり、変わりない感じですかね。あ、こちらではどうですか。柳沢さんと訓練されてるんですよね。え、来てないんですかこちらに。
ええ、1週間前くらいですかね。うわ、かわいいかわいい。ピンクと緑。これなんだっけ。それ白。これ超かわいくない。何？何でもないよ。柳沢さんとの個人訓練に切り替えるからってルーちゃん本人から電話が。あれ違うんですか。巻き毛のモルモットですよ。一人で行けるからって僕にはそう言ってました。彼女もなかなか難しいですね。展示の訓練はピアノと一緒で1日サボると取り戻すのに3日はかかるんですよ。あ、申し訳ないです。すみません。楽しかった今日も。よかった。てかごめんな遅くなって。あ、ううん、こっちこそごめん。一応一人でも帰れるんだけど。いや、さすがに夜道はね。門限とかないの？あ、ない。門閉じる人いなくなっちゃったから。え？てか、もう四つ角過ぎたけどどこら辺？ああ、じゃあ右側に白い家。妹を連れ回してんのお前らだ。え？何やってんだよ。こんな適当な連中と。こいつらはいいんだよ。遊ぼうが何しようが。のびゅい、お前はやらないといけないことたくさんだろ。適当なやつなんかじゃない。知りもしないで決めつけないでよ。私の友達のこと。お前ら飯食ってけよ。え？大事な妹の友達なんだろ。飯食ってけ。行くぞ。どうした？ん？友達なんだろ。飯も一緒に食ったことないのか。性格悪。うわあ、めっちゃうまい。いや、すごいっすね、本当に。清一郎さんって料理作れるんだ。全部うまいっす。母親の作り置きたいですよ。ごめん。ちらっと聞いたんですけど、どういう事故だったんですか？いや、病気じゃなくて事故だったってとこまでは当たるから。聞いてどうする。いや、だって聞いてどうする。だって聞かないのも不自然じゃないですか。これじゃまるで悪者扱いだし。ひろや、けどさ、俺も聞いておきたいです。友達として。お前らに関係ない。引かれたんだよ、車に。
どっから話せばいい？俺が話す。1年前の夜だ。頭を強く打ったことで視神経が圧迫されてたんだ。で3日間の昏睡があって、覚めた時にはもう不眠。別にいいのに。ごちそうになったから、これぐらいは。おい、クモ食ったらさっさと帰れよ。はーい。うお、これってフィルムのカメラっすか？うわ、珍しいな。いや、デジタルカメラもいいけど、やっぱフィルムっすよね。誠一郎さんの趣味っすか？ヒロヤ。あ？持ってきて。何を？カメラあるんでしょ。けど。いいから。おい、何やってんだよ。処分したって言ったくせに嘘つき。ルイ、ほっといてよ。あのカメラ修理できると思うよ。あげるよって言われても。じゃあ捨てといて。え？大事なものなんだろう。もしかしてお父さんの？違うか。渡るってさ、うん、夢とか見る人？夢？別に多分普通に就職したりとかじゃなくて、寝る時に見る夢。あ、そっち。俺はあんま見ない方。私さ、よく見るんだよね。
肉だと思わない？出てくるのは見えてた頃の思い出ばっかで。全部私のせいなんだよね。私がこんなになっちゃって。家族以外ぶつける相手いなかったから。そういうことさ。一瞬でも忘れさせてくれるから。楽しいよ、夢って。使い回しでもね。事故は、ルイから光を奪っただけじゃなかった。バラバラになった家族。彼女が僕らとつながろうとしたのも、その隙間を少しでも埋めたかったからかもしれない。僕はそんな彼女に、新しい景色を見せたいと思った。ローリングしてみっか。あー、オッケー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 。じゃあそのまま右に旋回してみんか。うまく体重移動して。そうそう、曲がろう曲がろう。オッケーオッケー、そういい感じや。いつ来てもいいな。久しぶりだな、上来たの。さあ、アパン、アパン買ってこい。ここの名物なんだ。今日はバイトじゃないから。つうかもうそういうのなしにしよう。そうだよ、盲導犬がね、喋んのも変だし。だから普通にってこと。バイトはバイトでやってるから俺たち。そうそう、お兄様にしごかれながらな。そうそう。じゃあみんなで買いに行こうよな。お前行ってきて。お腹空いた、早く行ってきて。行ってきて。今そういうのしないって言ったよな、お前ら。はい、オッケー、いいよ、はい、おい、おっちゃん。おお、相変わらず貧乏くさいつらやな。セレブだっつんだよ。ダンスあるから気をつけて。よ、渡る。どうも。この子が噂の気の強いルイちゃんか。大丈夫だよ、この人は俺の師匠でインストラクターの。どうも、ジョニー・デップです。お嬢さん、デートしませんか。ジョニデはそんなこと言いません。まあ、ゆっくりしていかんか。はい。あ、そうそう、俺こないだ乗ったぞ、ライオン。マジっすか。あお。マジっすか。四宿高原とはよく言ったもんや。本当にライオンが吠えとるような風の音がするんや。え、ライオンってなんすか。あ、この高原特有のサーマルのことや。めったに発生せんけど。え、サーマルって何しろ、面白い綺麗だよ、いつも言ってんだろうが。で、どんな気分でした。一気に2000ぐらい登ってしもたからな。 2000? バリオピーピーなりっぱなし。もう超羨ましい。あれってなんか法則とかあるんですかね。毎日データ取ってんすよ。あっかあかれない。じゃ、どの辺でした。おお、確かな、あの田んぼの色変わっとったとこあるやん。はい、ごめんな。あいつ空のこととなるとはあなんだよ。いいんじゃない。そうそうそう、あ、ドーンと来んだ。おお、すまんすまん。で、今日はついにヒロヤがデビューやって。え、聞いたんですよ。え、一日体験コースお申し込みありがとうございます。ありがとうございます。待って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 、やだやだやだ、ちょっと待って、やだ。いってらー。いってらー。やだ、俺こそ今日そらだ。帰ってきたら、やだ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 。まずは左の方へ行って、左のブレイクコードを引けば左に流れる。サーマルは熱を吸収する田んぼや川よりもアスファルトの上なんかが発生しやすいんだ。来た！
ずだ。ハーネスごと気圧が突き上げられる感じ。風を捕まえて旋回しながら高度を上げていく。まるで螺旋階段を登るみたい。すごい、本当に飛んでる気がしちゃったよ。渡るって本当空が好きなんだね。キラキラしてんだろうな。何が？渡るの顔。あ、どうかな。大会とか目指したりしてんの？うん、俺はただ飛んでるのが好きなだけ。俺さ、あんまり自分のことが好きじゃなくて、面倒なことからはすぐ逃げ出すし、パラだってある意味現実逃避かもしれないし。だからあのさっきのライオンってのにこだわってるとか。そう、そうなんだ。あの風に乗れれば誰も見たことのない景色が見られる。そしたら俺なんか変われそうな気がするんだ。そういうのってない？わかるよ、そういう感覚。まあ感覚としてはね。ごめん。私もやっとけばよかったな。普通に体験コースだけでも見えてるうちに。いつか俺が乗せてやる。ライセンスは持ってるから、タンデム二人乗りでね。私はいいよ。高く、渡るはどこまでも高く飛んでよね、私の分まで。閉園時間になりました。今日は楽しかったね。また来ようね。ありがとう。ありがとう。はい、お疲れ。ありがとうございます。あざす。働くのもそんなに悪くないだろ。多分です。え、お疲れ。お疲れです。はい、どうす。おい、あ、だからスレムっつってんだろ。ありがとうな、ヒロヤ。そんな嘘ついてまで。嘘じゃねえってこと。誰がセーフだって？カズです。あ、そうだ、あとこれもう一つ、バイト代。なんか欲しいもんがあって、去年からコツコツ貯金してたみたいなんだけどな。まあ事情はよく知らんが、気前のいいことだ。いいって言ったのに。あの、ちょっと聞いたんですけど、ひき逃げだったらしいじゃないですか。その話はいい。いや、まだ犯人捕まってないって聞いて、あの、許せないんですよ。自分もそういうことあったから。で、俺のいとこが警察官やってて、あの、交通課の。だから頼めばまた動いてくれるかもしれないし、再捜査とか。だから知ってる限りでいいんで、詳しいことを話してもらえないですか。去年のゴールデンウィーク明け、夜の8時半過ぎ、川田町3丁目17番地の交差点、紺色のステーションワゴン。それだけだ。少ねえな。ゴールデンウィーク、紺色のステーションワゴン。おっぱいの感触しないんだぞ。俺は童貞だから分かんねえだろ、そんなの。えだって童貞だろ。うるせえな。おい、何安全運転してんだよ。何安全運転してんだよ。してんだろ。学校クビになるビビってんじゃねえのか。ふざけんなお前。ういういちけぬ。せえな。うわ、怖い。どうした渡る？俺、
ヒロヤ、ヒロヤ、おい、おい、痛い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 、さあ。こいつらあの時お前が引かれた時現場にいたんだよ。医者が言ってたよな、状況を把握してる人間がいれば叱るべき処置もできただろうって。そう医者が言ってたんだぞ。切れる相手間違ってますよ。悪いのは引き逃げ犯じゃないですか。分かってるよ、けどお前らだって同罪じゃないか。ルイから光を奪ったのだから、なんでそう言い切れるんですか。二度と妹に近づくな。なんだよ、頼まれてもごめんだっつうんだよなあ。ほら行くぞ、ほら。バカ野郎、勝手にしろよ。僕が考えたのは彼女のことよりも自分の身を守ることだった。けどお前らだってどうされたのか。ブレーカー光を奪ったのか。しておきましたよ。あ、はい。肝心のカメラね、ちょっと待ってて。それじゃあ確認してもらっていいですか。交換した部品はレンズ一式、これは完全にいっちゃってたんで交換しましたね。
あとそこのカバーも相当へこんじゃってたんで、これも交換しました。あとはでもね、僕にできることはルイの分まで高く飛ぶこと、彼女の夢を奪った分だけ高く高く。この風に乗れたら僕は変われるだろうか。ライズアップ。さっさと忘れてしまったことは。俺には関係ないって。二度とルイちゃんにも会わんことや。どうや、簡単やろ。その代わり前の根っこは腐ってしまうけどな。それが嫌なら向き合うしかない。正面から彼女と。逃げたらダメや。そうですか。個人的には柳沢さんの考えに賛成です。やはり同じ境遇の人たちと接する方が精神的にも楽でしょうから。はい。彼女16歳でしたよね。はい、16です。中学は？中学は一応卒業したことになってます。
あ、それでしたら後頭部の普通科に入れますよ。本当ですか？はい。出願期限は大幅に過ぎてるんですが、私の方から盲学校に掛け合うこともできますので。彼女がやる気になればすぐに点字もある程度覚えられると思いますよ。僕たちも精一杯サポートさせてもらいます。あの、よろしくお願いします。ルイ、俺だけどちょっと出てきてくれないかな。なんかよ、渡したいもんがあって。修理したんだ。何のつもり？手の込んだ嫌がらせ？今あんた笑ってんじゃないの？なんか言いなよ。考えたんだ、俺なりに。それがなんでこうなるのよ。ルイ、もう知らないくせに。知らないけど、知らないけど考えたんだよ。何の意味があるのよ。ルイにはこれが必要だと思って。置いていくから。
ごめん。ちょっといい？ん？どうした？明日写真撮りに行きたいんだけど。写真？うん、高原とか景色のいいところ行ってみようかなって。撮りたいってこと？ルイが？ん？どうした？自分でもよくわかんないんだけど。うん、いやでも行くって言ったって明日はお前説明会でしょ。いつでもいいじゃんそんなの。いやそれはよくないよ。いやただでさえ、うん、中等入学だし、それこそ写真だったらいつだってできるだろう。うん、まずは意味のあることからやっていこうな。意味があるかないかは私が決める。行けばいいんでしょ。その代わりお兄ちゃんはついてこないで。いやそれは無茶だよ。そうやってやる前から決めつけるから嫌なんだよ。盲学校なら何度か一緒に行ったから覚えてる。大丈夫よ、私が直すから。大丈夫大丈夫、私直すから。ありがとうございます。待って、ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you.
さあ、だんだんじゃ。はい、一つ、二つ、もう一つ。はい。わしはこの辺で。あの、え、写真撮ってもいいですか。え、写真、おお、いいわいね。撮ってて。わしはあんたの目の前におる。ありがとうございます。いや、男前に写っとると嬉しいんやけどな。まあ気ぃつけてな。驚きましたね。なんか順番を間違ってたのかなってね。よう。なんだよ、こんなとこ呼び出して。どうしてるかなって。あれから飛んでないんだってな。修理してないからな。俺目覚めちゃったんだよね。え、前に無理やり飛ばされたじゃん、お前が勝手に申し込んで。おう、あれですっかりパラの虜。だってお前高所恐怖症は。ショック療法ってやつ本格的に始めようかなって考えてる。そうなんだ。まあ行こうや。あ、
前ってほんとめちゃくちゃだよな。でもいつか飛びたいんだけどな、そんなめちゃくちゃなお前と。あれ見てみ。あ、撮る？うん。ちょっと取ってくれよ。ここに立ってっから。ここに立って。顔が分かんなきゃ撮れない。多分映ってると思う。じゃあね。今からテイクオフポイントに来てくれないかな。俺の飛んでるとこそれで撮ってほしいんだ。今ならきっと今までで一番高く飛べる気がする。いいよねお兄ちゃん。俺もついていくけどな。遅いぞお前。ごめんだよ。なんでタンデミを持ってきてんだよバカ。あ、いいじゃん。あ
ストラカと二人で乗っちゃうか。お前私乗りたい。いいよね、お兄ちゃん。いや、ちょっ…いや、ちょっとそれはな…お願い。私もう諦めたくないの。何一つ。よし、思い切って行ってこい。え？こういう時に責任持つのが大人ってもんでしょ。怖くない？大丈夫だよ。大丈夫。この音。上行くぞ。走れ！泣けてくる。